こんにちは、クラウン野田です。今パリに来てます。パリ今回ちょっと2つほど用事があって来てるんですけど、そのうちの1つ、エリアのパリ店、そこの場所が決定しましたので見に来ました。今方角的にカメラが向いてる方が、サンジェルマン大通りですね。ちょうど、小さくなるとは思いますが、向こうの信号があるところが、サンジェルマン大通りです。で、後ろの今トラックが向こうから来る先の緑のあたりがセーヌ川です。でその向こうが、いろいろ有名どころがたくさんある、地域ですね。ルーブルとか、緑の向こうルーブルじゃないかなと思います。そのサンジェルマンとセーヌ川の間の、道なんですけど、今ここがで、ここのちょうどこの1つ目の信号になるのかな、信号っていうか横断歩道の信号ですけど、の交差点を、左に入ります。で、角の1軒目、これカフェですね。で、2軒目がオプティカルって書いてあるけど、なんだろう、よくまだ見てないですけど。で、この3軒目、ちょうど今カメラが向いているとこ、ここですね。ここが、エリアのパリ店になります。4月の頭に、契約を無事させていただいて、ここが、確定いたしましたのでご報告いたします。ちょっと寄ってみましょうか。狭いとこです。狭いとこなんですけど、すごくなんていうか、もうロケーションが抜群にいいのと、今回あんまり、広さはちょっと問題にしてないというか、テーマとしては、いっか、それはまた今度話しますが、小さくても実現ができる、むしろ小さい方が実現、できる、テーマにしてますので、ちょうどいいんじゃないかなと思っております。エリアパリ、これから空間デザインとかどんどん、ここの中でじっとうずくまって考えながら、どういう空間になるか、そういうことを考えて、で日本に戻ってから、デザインを、主にしていただく、まだちょっと公表はできませんが、空間デザイナー、某有名空間デザイナーさんと打ち合わせに入っていく形になります。パリは寒い。今もう4月半ば過ぎてるんですけど、寒いっすね。そんなところで、また次、ご報告させていただければと思います。それでは。